バレーボールポーランド男子代表は、バレーボールの国際大会で編成される、ポーランドの男子バレーボールナショナルチームである。1947年に、国際バレーボール連盟へ加盟。東欧の古豪として知られるポーランドは、第1回大会の1949年世界選手権、第2回大会の1950年、欧州選手権に出場した古参チームである。 1965年ワールドカップで銀メダルを獲得後、1970年代に入るとワグネル監督の下で輝かしい成績を収め、1974年世界選手権、1976年モントリオールオリンピックで共に金メダルを獲得した。欧州選手権では1980年代にかけて競合ソ連と5大会に及び優勝を争い、 に強体性を築いた。その後、1990年代にかけて低迷が続き、メダルから遠ざかっていたものの、2000年に自国のポーランドリーグがプロ化され、選手の育成ともにチームの質が向上すると、徐々に国際大会で成果を見せ始め、銀メダルに輝いた2006年世界選手権で32年ぶりに表彰台に立った。2009年欧州選手権では、 悲願の初優勝を飾り、グラチャンの初出場を決めた。しかし本大会では、日本やキューバなどに敗れて4位に終わった。翌年の2010年バレーボール男子世界選手権では1次リーグを全勝で通過したが、2次リーグで前回大会の上位3位のブラジル、ブルガリアに敗れて13位に終わった。 1969年から2007年まで出場なし2016年リオデジャネイロオリンピックのバレーボール競技男子世界最終予選兼アジア予選に登録された20名ありがとうございます。